え、すごかった、本当にすごかったです。めちゃめちゃ感動しました。会えてよかった。え、いくつだっけ。26です。あー、まあ立派だね、立派立派、うん、立派だと思うよ。そう、だって俺26の時はあのね、あの同期で一番早く係長になって、うん、そうなんだ、すごい異例だったの、うん、思い出した、だからその時のこと。いや、てか本当にすごかったです。めちゃくちゃ感動しました。でもなんか本当に本物だと思って鳥肌立って嬉しい、ありがとうございます、ね、すごかったです。まあ、ところどころ違ったけどね。絶対そんなことないですよ。なんかね、絶対そんなことない。惜しいところがすごくあった。はいはい、私から言わせるともっと伸びるって感じ。あ、教えてほしい。おじさん、うん、おじさん絶対そんなことない。例えばだけど、はい、あのね、頭とかすごい良かった。あ、うん、あ、良さ出てるなみたいな。うん、良くて、あ、まあ、ここら辺もいいんだよね。あ、あの誰が教えてんの。うん、あ、ここか、あの、もしいつかどこかで会えたら、はいはい、ちょっとここもらっていい？もしいつかどこかで会えたら。はい、ストップ。はい、違うな。絶対そんなことない。ちょっと違うね。合ってるって。もっとガッと拳をガッと入れた。あ、でも入れすぎちゃダメなの。この後にガッツリ入れるから。だからここは助走で、もしいつかどこかで会えたらみたいな。できるかな。うん。もしいつかどこかで会えたら。おお、いいね。さ、本人いいね。本人変えないで。ゆうりくんね、正直言う3倍は良くなってる。本当ですか。本人変えないで。めちゃくちゃいいね。ここ大変だって。いいね、どうするライブ行ってこれでやってたら。なるほどな。みんなショック受けるって。いいんだけど。ゆうりくんね、ここもね、ちょっと俺は正直気になっちゃった。声も顔も不器用なとこも、これ大事なとこだもん。一番いいところ。もらっていい？え、僕歌えないですか？うん、はい。声も顔もめっちゃ不器用なとこも。はい、ストップ。はい、違うな。絶対合ってるの。絶対合ってるの。違うな。本人がよく言うね。あの、ゆうり君、ここ分かってるかどうか分かんないけど、こっから一番見せ場なのよ。それって理解はしてる？はい、一応してるつもりでした。してる？してるつもりだからか。これ作ったの誰？これ僕です。あ、ゆうりくんが作ったんだ、はい、あ、うん、じゃあもうちょいちょっと頑張ってほしいな、はい、ね、ここのサビはもうだからもっとここはグッと気持ちのしちゃっていいから、はい、昔のもう歌詞だから村田秀夫さんとか入れる感じで、はい、声も顔も不器用なとこも。これは何かって言ったら声もで顔もの時はスッとこう顔を持って意識した後に不器用なとこ持ってないのは愛おしい。この気持ちが乗っかってないような気がしたんだよね。うん、動きとかも大変だ。うん、行くよ。はい、3、2、1、はい。まあ、文句なしで本当7倍良くなった。本当ですか。ゆりさん、ちょっとおじさん入る前に私息入れなきゃいけないんだ。無理させてるよ。絶対無理させてるんだ。あ、いいね。でもね、すごくね、どんどん良くなってる。本当ですか。ここ大事だね。ドライフラワーみたい、はい、君との日々も、これ大事だよ。ちょっともう一回もらっていい？ドライフラワーみたい、君との日々も。はい、ストップ。ここはいいね。ここいいですか。もう、ありがとうございます。ここはいいね。今聞いてはっきりもう言うわ。もう鳥肌立った。よかったね。うん、改めて今ね、もう君はすごい、あのワンフレーズで鳥肌を立たす男。ありがとうございます。今は正直鳥肌立っちゃった。これはもう事実。文句ないのね、私。そうそう。ね、やっぱここ大事だよね。きっと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 この4回のきっとちょっとやってみ。はい、きっときっと。はい、ストップ。違うな。嘘だ。きっとが足らない。嘘だ。きっとの数が足らない。え、怒られるの？ね、怒られるよ。違うな。大丈夫？違うな。うん、きっとの数が足らない。俺だったら、きっと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 、色あせる。怒られるよ、ほんと。8回やっちゃって、8回切るなんてないの。ちょっと、きっと1回8でやってみな。はい、うん、8回、数が足らない、単純に。
でもね、だいぶ良くなった。どうした？うん、いいね、だいぶ良くなったんじゃない？あ、だいぶ上手くなってるよ。ゆうりくん、いいね。よし、ちょっと気に入った。はい。一杯飲み行こう。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ゆうりくん、戻ってきてゆうりチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ゆうりです。今回は僕がずっと前から見てたレインボーさんに来てもらいました。どうも、レインボーです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当に僕、めちゃくちゃ好きなことばっかりで。光栄です、本当。コールセンターのやつとか、ドラえもんのやつもそうです。ドラえもんも、うん。あと、一番笑っ、この、はい、見ててゲラゲラ笑ったのが、はい、アイスを一口で食べちゃうやつ。一口でアイス。そうそう。あれも大好きで、うわ、めちゃくちゃ前に良かった。そう、それが一番っていうのは、ゆうりさん、本物のファンです。もう、マジでありがとう。あと、あれも好きでしたね。校庭でなんか、何でしたっけ、走り回ってあ選手のなってそうそうそう、なるほど、めちゃくちゃ見てくれてる、聞いてくれてる、全部見てると思いますか。いやー、はい、そんなゆうりさん、初コント、ちょっと光栄すぎる ね、だってゆうりさんに初めてコントをやっていただくのが我々っていうのがありがたいですよ。どうでした、初コント。いや、もうなんか、何よりも緊張しましたもん。思わすかで、いきなり始まるじゃないですか、はい、だから俺まだ何喋るか決めてない。大丈夫です。言ってもらえれば。よかったですか。大丈夫です。言ってらっしゃいましたもんね。M ステじゃ俺汗かかなかったもんなって。本当ドキドキしました。M ステより緊張させてる。どんなもんだ。いやもうね、ゆうりさんのもうコントセンスも化け物です。マジですか。最高でしたね。最高やったし。ありがとうございます。ナムさん、ゆうりファンにめちゃくちゃ怒られんじゃん。ちょっと怒らないでください。大丈夫。ちょっと。違う。いや、ここ2週間で言えば多分日本日本一ドライフラワーを聴いてたから。ありがとうございます。本当に嬉しかったです。もうあのキョトンの感じも面白いし、あのガッと行くところも本当になんか俺二人でユズみたいになった気分が楽しかったです、うん、あの瞬間だけでも嬉しかった、マジ。でもあの最後飲みに連れてってくれてた、本当に連れてってくれた。もちろんもう自粛がこう開けたら、はい、もう僕美味しいお店山ほど知ってるんで、はい、ゆりくん何がお好きなんですか、食べ物とか。お肉とか。あもう4個出てます。連れてください。マジでマジで行きましょう。ぜひ俺におごらせてください。ね、はい、お願いします。うん、でもこっちもチャンネルに出てもらってるから、こっちも嬉しいです。いやいや、それはね、ゆうりさん、正直、ほら、やっぱ31歳年上だから。任せてよ。楽しみにしてます。任せて。ありがとうございます。本当に今回ありがとうございました。こちらこそっすよ。すごく楽しかったです。ちょっとね、興奮がまだ冷めらなくてね。ちゃんと目の前で来た鳥肌立ちますね。いや、マジすげえ嬉しい。こうだった。もう最初、ここで練習でさ、ゆりさんがこう、ドライフラワーをファッと歌い出した時、俺思わず、俺らの作家の女の子に最高だなって言ったら、特等席やからな、うん、ちゃんと特等席で聴かせてもらって。でもなんか、また曲がこう、ぴょっと、もしもなったら、その時はまた僕の曲。いやいやいや、もう、なんでしょう、もうこれ、もう自分らの勝手なことを言わせていただくと、もう2ヶ月に1回、もう会いましょうかコラボですね。もうお願いしますよ。2ヶ月に1回、コント撮らせてみますから。もう今度も練習しておきます。最高。いつかゆうりさん、女役にも挑戦してみてください。なるほどね。勉強しますので。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。それでは皆さん、チャンネル登録とグッドをよろしくお願いします。前編の方はレインボーさんのチャンネルで上がってます。レインボーさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ゆうりさんと俺がゆずみたいになってるよ。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。